近年、日韓の関係は非常に冷え込んでいる中、韓国が次々と潜水艦建造しています。しかし、その中身は日韓で、天と地ほど差が。今回、その韓国の最新鋭潜水艦ドサムアンチャン補給を詳しく見ていきますね。先行したら沈むので、鳩の話も。先行時の音も、かなりうるさいみたいです。爆音性を高めているようです。日本は、静粛性を求めて、トップの位置まで来ましたけど。海上自衛隊の潜水艦は、南シナ海での任務もこなしています。世界も、びっくりな発表があったばかりですよね。では見ていきます。今年2021年において、韓国海軍の最新鋭の潜水艦は、ドサムアンチャン補給となっているが、1番艦、ドサムアンチャンホは、2018年に進水、2020年が就役予定だったが、未だこれは、行われてはいないようだ。これに続く2番艦、アンムも、2020年11月に進水、こちらも、その点では、数多くのマスコミ報道が見られたが、予定では、2022年の収益とされており、このところ、メディアへの露出は減少している。韓国では、このドサムアンチャン補給を従来以上に、国産化を推し進めた潜水艦だと主張しているが、実際の国産化率は、およそ 76% ほどと見られており、それを国産化と呼ぶかには、疑問の声も多い。ドサムアンチャン補給以前の韓国海軍では、ドイツの200級型を、チャンポ5級として1隻購入、8隻をライセンス生産し、続く同じく、ドイツの214型をソン・ウォン・イル級として9隻ライセンス生産し配備している。ベースとなっているドイツの200級型同様に、チャンポ5級は水上排水量1100トン、水中排水量1285トン、全長56メートル、全幅 6.2 メートルと、比較的小型の通常動力型潜水艦である。続くソン・ウォン・イル級も、水上排水量1700トン、水中排水量1860トン、全長65メートル、全幅 6.3 メートルと、若干のサイズの大型化はあるものの、やはり、ベース艦同様の沿岸部向けの規模の艦艇だと言える。韓国は、チャンポ5級を、インドネシアに、ナーガパーサ級として、3隻供給しており、1番艦の未韓国で建造、2.3 番艦は、インドネシア現地での建造を行うなど、自国へのドイツの手法をそのまま応用した形である。このナーガパーサ級、既存のこれら3隻に加え、追加で3隻が建造される契約が結ばれていたが、2020年に、インドネシアのスビアント国防省が、突如として、連続選考機関にクレームをつけ始め、キャンセルが濃厚だ。韓国とインドネシアとは、韓国航空宇宙産業が手掛ける第 4.5 世代機相当の KF-21 ポラメ戦闘機の共同開発をめぐっても、インドネシア側が一方的に契約の履行を破棄しようとしており、こちらも話題となっている。個人的には、韓国とインドネシアとのナーガパーサ級潜水艦追加発注、KF-21 ポラメ戦闘機共同開発の両案件ともに、取引上の契約の概念を無視するインドネシア側に非があることは明白に思える。ただし、ナーガパーサ級潜水艦に関しては、韓国にとって、チャンポ5級という、いわば型落ちの艦艇であるため、ダメージも許容範囲かもしれないが、国運をかけた KF-21 ポラメ開発費の焼却は、頭の痛い問題だろう。こうした状況は、日本でも十分に想定しておくべきで、言い方は適切ではないかもしれないが、兵器輸出に限らず、発展途上国との取引で、韓国と同じ鉄を踏みかねず、大きな損失を被る可能性がある。そのため、日本でも、F2 戦闘機の代替計画としての次期戦闘機を、一部の与党議員らの提言で、
輸出を前提にすべきとの意見が出されているが、実績のない兵器を購入したい先とは、どんな国家よく考えるべきだろう。巨額の開発費を少しでも回収しようとする解決策として、安易に、こうしたインドネシアのような状態の発展途上国と取引をするという選択は、決して期待通りに進まない事態を想定しておく必要があろう。さて、話を本題の韓国の潜水艦に戻せば、ドサンアンチャン補給は、それ以前のチャンポゴ級やソンウォンイル級に比べ、はるかかに大型な艦艇となっており、排水量から見れば、実に倍以上、通常動力型潜水艦として最大規模に近い。ドサンアンチャン補給は、水上排水量3358トン、水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルで、日本の主力の、竜型は、水上排水量2900トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルだ。こうした数値だけを比較してみると、これまでの建造経験、ノウハウから、徐々に艦隊を大型化させてきた日本に比べ、韓国は一挙に倍以上の大型化を進めたことが如実に見て取れる。209型や214型を建造している大元のドイツでも、オーストラリア海軍のアタック級潜水艦計画に際して、同様に排水量を4000トンクラスとした提案を行ったとされるが、あくまで机上の案だ。さらに、韓国のドサンアンチャン補給は、並走に 533mm 魚雷発射艦8門に加え、背面上部には6機の VLS を搭載しており、国産の玄武 3C 対地巡航ミサイルを運用予定とされ、対地攻撃任務を重視していることがうかがえる。玄武 3C 対地巡航ミサイルは、最大射程はおよそ 1500km にも及ぶとみられているが、韓国が何を意図して、ここまでの重兵装を搭載させているのかは、正直理解に苦しむ部分ではある。これに止まらず、韓国は、現在のドサンアンチャン補給を、第一段階であるバッチ1と位置づけ、バッチ2以降では、さらに艦隊を大型化し、10機の VLS を搭載可能とすることを目標に掲げている。アメリカの最新鋭の攻撃型原子力潜水艦、バージニア級ですら、水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートルの艦隊に、12機のトマホーク用 VLS を装備していることからは、その偏りは明らかだろう。